こんばんは。高尾さやかです。今日は昼前直送便があったので、こういう髪型になってます。生放送。昼前直送便。なんかね、そう、みちゅさんとのやつです。なんか後ろでなんか止まってますね。なんかなんとなく私10億年ぶり、後ろでなんか止めてます。そうなんだよね。私なんかここでクーリンパしてくださいって言ったら、なんかいつの間にか後ろになんか止まってました。でもすごい気に入ってる。すごい気に入ってるから、生誕祭とかも購入しようかなって思いました。ピンで留めてるんだよね。何本かな、どうだろう、2本ぐらい。でも私一回なんかこのこたつでなんかめっちゃ寝転がってわーみたいになったから、雑になってるけど。一回ちょっと本当にこたつで寝そうになっちゃって、でも寝なかった、危なかった。そう、ちょっと崩れかけてます。生誕祭1ヶ月後だけど、なんか今こたつ入ってるんですけど、このままこう後ろにこう ってなって、このままこのままこうて、でも寝なかった。ツイッターフォローしました、ありがとう、嬉しいです。ツイッターのこと書いとく。寝れるよね。そう、座椅子があるんですよ私。いや違いますよ、このままのは。いや、これはずっとこれはしないけど、
なんか髪型統一した方がいいのかなとか思ったりする時と、でもいろんな髪型したいしなって思う時いろいろある。こたつは寝落ちしますね、やっぱり。そう、でも多分自分的にもそうですね。多分もういろんな髪型したいなって思います。かわいい、ありがとう。お疲れ様です。グッズ専用のアカウント？そんなあるの？ ST の？そう、髪型固定したら、そう、見つけやすさがあるですよね。でも気分によって変えたいしなとか思ったり。うん、ありがとう。そんなグッズ用のアカウントか。じゃあグッズのなんか新しい情報が出たらいち早くツイートしてくれるんかいな。あ、ありがとう。そう、私ステージ、見つけにくいんですよ。グッズ専用の、ああ、インスタ？テザリング用のバッテリーが消えた。なんでちょっと Wi-Fi のやつにするんで、ちょっとまた通信が悪くなるかも。なんかテザリング用の端末と、あと Wi-Fi があるんですよ。で、 Wi-Fi があんまり、ショールームの配信とあんまり相性が良くなくて、結構すぐね、そう、止まっちゃうから。大好きな、え、こたつが？ こたつって通信悪くなるの？そうそうし、Wi-Fi、 そうそうそう。なんだか。ひらりんハットさん、かずひろさん、ダンさん、リクトさん、ナリさん、みよみよさん、みつるんさん。スエールさん、セイちゃん、セイヤンさん、ナリバーさん、ヨッシーゾンビさん、タイタンさん、カイロンさん、鳥取太郎さん、炭酸せんべいさん、F 渋谷さん。セイヤンさん、めっちゃかわいい。
テ様、ヤッシさん、サトルンさん、ユイチさん、カズさん、メッテイヤさん、クマ、ありがとう。なんかクマっぽいかもしれん。そんなことないか。ありがとう。エビフリャさん、チッキーさん、中尾炭治郎さん、レイクさん、アーツさん、ヒラリーちゃん、ありがとう。目の写真めっちゃ可愛い。お、嬉しい。今日のメールの写真はそうですね、ちょっといつもと違う感じ。あ、よかった。日曜日、岡山ですね。今日朝からそのそれ用のレッスンがあったんだけども、あの昼前があったから昼前があって、だから私ストレッチとなんかアップ、なんかリズムのなんかこうアップをして、それで終わっちゃったじゃあ今からじゃあ1曲目からみたいな、1曲目からしていこうってなったら、すいませんちょっと私ちょっと抜けますみたいなで、みんなでへえみたいな。嘘みたいな。と昼前直送便のあの準備に。テレビいい感じでした。ちゃんと、でも今日もレッスンをするためにちゃんといつものあのチキンと。あと今日はあのその体動かした用のなんかジュースとか買ったんですけど、それもあんまりちょっと使わずに。そうそう29? あ、公演ですね。楽しみです。声出てた。あ、メールはそう2通送りました。もうこんばんはとお休み送った。おお、先端祭の新幹線の乗車券購入したのも早いね早いね。やった。うん、あ、そう、2つ。今日おはよう、あ、今日私何通送った？4通送ったね。おはよう、こんにちは、こんばんは、おやすみですね。そう、生誕祭はまだ申し込み前ですね。あ、生誕ティーもありがとうございます。
生誕 T もうすぐかな、締め切りがあるから。SDGs 見たよ、ありがとうございます。大西くん、鳥取太郎さん、いでしーさん、おのぴーさん、めっていやさん、えびすーさん、ロックオンさん、ありがとうございます。スマホケース、スマホケースはどうしようかな、いつか見せます。いつかいつか来るかな。でもいっか、反射するかな。可愛いですよね。なんか外から見たときはなんかベージュなのかなと思ったけど、よく見たらなんか白みたいな、ピンクみたいな感じで、スマホもピンク色にしたんだよね。そしたらめっちゃいい感じにあったんですよね。だけどピンクとベージュってどうかなと思ったら、やっぱりあんまりまだこの私が持ってるやつのケースがまだあんまり多分浸透してなくて、あんまり種類がなかったけん、なんかほんと今日急いでたから、すぐとりあえずこの自分のこれ、あ、これにしようみたいな。何ギガ、なんだっけ、容量ですか。容量私結構大きめのやつにしました。なんだったかな、あ、そう、512じゃない、256かな、512にしたら結構値段が跳ね上がってたから、でも今もなんか今ちょうどいい感じだから、まあ2倍ぐらいいいかなと思って。512絶対にあれでしょ、結構値段が、おおと思って。確かに、まあ動画とかでも私タブレット持ってるから、まあそっちに移せばいいしな。あとね、前のスマホもあるから。なんかペンライトがいっぱい。めっちゃありそう。あれれ。
きさん、おのっぴーさん、とっしーさん、くにひこさん、ありがとう。なんかさ、今ペンライトいっぱいあったけどさ、私見えんのやけど、そのペンライトが誰がペンライトしてくれたか見えんかった。かわいいです、ありがとうございます。あ、やっぱそうで表示されないですよね。アニメーションは見えるけど、なんかギフト欄に表示されない。あら、そうそう、なんだっけ、リアルお話し会の関東会場のあの詳細が出ましたね。あ、私一番端なの？ちょっとそこまで見てないそこまで見てなかった。私一番端なんだ。じゃあ私のレーンは行きやすいですね。そうなんだ。お、ミーヒーさんの隣。確かに一番端だったら、もしかしたら声の反射が、あの会場の声が反射して反射しにくくて分かりやすいかも。初参加確かに。おお、ファンの方、うん、覚えるかはどうだろうな。服、あ、そうだそうだそうだ、服どうしよう。あ、待ってますよ。来年は行きたい、待ってます。あ、メンバーマスクしてますね、今回も。そうなんだ。なんかね、書いてあった、それ。あ、そうなんだ、楽しみ。2メートル、なんか近くなった2メートル、なんか近くなったような。お、ありがとうございます。あ、前も2メートルでしたっけ、すいません、間違えました。
ちょっと間違えました。間違えた。マスクね、なんか喋ってたらマスクがどんどんさ上に行くんだよねなんかどん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 、なんかちゃんとこうしないと。隠れちゃう。もうありがとうございます。そう、だけん前回の時もなんかサヤンちょっと顔が見えないみたいな感じで言われた。おう。そう、多分私もまたこう一生懸命話すとどんどん上に行くので。あるあるかな。楽しみだな。あと声がね、そう、お話に集中。関東ですもんね。関東なかなか行けないから。なんかマイクが、そう、マイクに本当に近づいたらめっちゃ聞こえる。でもそう、マイクがね、ちょっとね、マイクの位置が低くてね、ちょっと声が通りにくい時ありましたもんね。会場によってなんかいろいろ違って、レーンのなんかその横との距離とかでもなんかいろいろ。そうだけんね、でもね、なんか上にねしたらね、あれ女の子がね、あのうわーってなっちゃうから難しいな。あー、そうそう、でマイクに近づいてって言ったら、そうマイクに
近づいたら次私はミンクになるらしい。どっちを取るかですよね。あ、そうなんだ。みんながいい感じになったらいいな。糸電話本当にいいと思う。でも糸電話って聞いてる時って横向いちゃいますよね。とりあえず私のちょっと声が多分響き渡ることになると思います。でも一番端っこだからちょっと違うかもしれない。そうだね、洋服を決めないとな。おしゃれしないと。瀬戸内巡りそうしたことないです。え、すごいな。響き渡らせて。え、サーヤン、おしゃれで有名？そうなんだ。嬉しいな。嬉しいなぁ。そうそう、今日はね、月が綺麗ですよね。なんか雲とかもなくて、今日久々にっていうか結構いいタイミングで月がよく見える。月ですよ。お、ありがとう。みたいはありがとうございます。昼前。そうそうそう、明日はそうらしいですね。部分月食、それそれ。19時ぐらいかな。結構見やすい時間帯だし。いつもこういう時って
天気が悪かったりするから。ひよっこさん、あおちゃん、ありがとう。明日はそう、ずっと晴れるらしいですね。18時過ぎか。猫みたい。今日なんか朝は寒かったんですけど、昼めっちゃあったかくてびっくりした。だから朝に結構あったかいもの着てて、そしたら昼めっちゃ暑くてびっくりした。ね、昼めっちゃ暖かかったですよね。なんか昼前直送便の、の最初に天気情報みたいになるんですけど、今日は暖かいって書いてあって、あったかいのって思ったら、出たらあったかかった。ねえ、本当に春ってぐらいあったかい。朝晩は寒い。日向ぼっこできるぐらい暖かかった。難しいですね、服装。片銀さん、いくごぴょんぴょん、まいせんさん、さとしさん、立花はやとさん、ありがとう。こんばんは。しゅんよんさん、私日焼け止め使ってないですね。もうなんかそれ日焼けもう夏しか気使わんでから、冬はなんか全然気使わないんだよね。ありがとう。私肌ね、そんなに白くないんですよ。MV 撮影、ひたりたち用の MV 撮影の時に結構日焼けしました。今日結構日が出てて日焼けしそうになった。ありがとう。白く見える？メンバーみんな白いからさ、なんか自分なんかね、黒く見えるんですよね。
ということ。そうなんだ。やっぱりひなさんとかめっちゃ白い。だけどなんかひなさんとか見るたびになんか色白になりたいなって思う。夏は気を使うんですけど、日傘とか。夏だったら日陰の間に日差しがあって、2メートルとか3メートルぐらいでも日傘を差すぐらい気を使って。ひなさんは多分夏はもう多分最高級の日傘に、最高級の紫外線 UV カットのパーカー着てそう。そう、村重さんめっちゃ白いのですよ。そうなんですよ。そう、村重さんも見てるとめっちゃ白いなと思って、なんだっけ、ドッキリグランプリの時にね、めっちゃ思った。めっちゃ白いなって。あー、でもそうですね、遺伝もあるかも。確かに確かにな。ずっと横で日傘差すバイト、それって大丈夫ですか確かにな。もしかしたら確かにそれもあるかもしれない。私もうなんか本当に男兄弟の真ん中だから、なんかもうずっと気使ってなくて。うん、村重さん、そう、前髪だけそう色が違った。そう、子供の頃は本当に何も気にせずにいましたね。そうですね、私本当になんか高校生の頃までさ、なんかママしげさんめっちゃ美人、みんなか可愛いというか、高校生の頃までちょっと本当に日焼け止めをが意味ないって思ってて、日焼け止めしても多分意味がないって思ってたんですよね。変わらんって思って、だからもうそれをね、私の高校のその親友が、高校1年生の頃仲良くて、だから2人でずっとなんか意味ないよねみたいな、ってしても意味ないけんみたいな話を疑いしてて、そうそう、日焼け止め信じないタイプだったのよ、お互い。
だから2人でずっとなんかつけてなくて、でも冬にその夏だった頃の2人の写真見たらめっちゃ黒くてめっちゃ日焼けしててやばいねってなって、だから2年生からはちゃんと日焼け止めしようってお互い決めて、そっからは日焼け止めを信じて、うん、信じましたね、そっから。そうだから、それで日焼けしてないことが分かって、1年前の夏と全然違うねって言って、やっぱ意味があったねって気づいて、そっからはちゃんと日焼け止めを信じてる。でもそれまでは本当に信じてなかった。日焼け止めすごいよ、本当に。本当に日焼け止めなんだなって思う。本当にすごい、全然違う。もし気づいてない方いらっしゃったら、信じてくださいね。あ、みんな知ってる？みんな知ってた？ああ、信じたか。私だけ、私と親友だけ。すごい、サヤのことを全て信じますって。ねえ、黒かったこの写真、分かんない、もう多分一回私携帯全部データ消えたからで、親友ちゃんも消えたからちょっとお互い聞いてるんで、面白い、お互い消えたよねっていう。あ、そうなんだ。もう私も本当に親友ちゃんはもう私本当本当になんかなんだろうね、なんでこんなに気が合うんだろうってぐらい、ちょっとこれ話し出したら本当にいつもねいつもあれなんだけど、なんか本当に不思議に思う。出会えないですよね、本当にめっちゃ思う。なんかふとした時にすごい気づきますね。よかった。そうそう、こんなになんかこんなに気が合うんだなっていう。本当にそのことは一度も、反対の意見だったことがないの。
あと笑いのツボというか笑う場所が同じ。あと絶対になんか人のことをなんか尊重するというか、人のことを私結構下にね見られるんですよ。だから私下によく見られて、なんかそれもすぐ気づいちゃう人だから、いや年齢違う違う、だからその度に私はもう それそうなったら私本当にちょっと無理になるの。でもそれがないというか、お互いを尊重し合える関係。無理です。そう、私結構すぐそうなんですよ。なんかすぐ扉をそう閉めちゃうんですよね。なんかすぐ開けるけどすぐ閉めちゃうから、しかも多分その扉はもうずっと開かない。もうそう閉店ガラガラしましたらもう本当にもう強固な鍵で閉められてるんで。そうだよ。あの上の方の小窓は開くかもしれないんですけど。共感。小窓はあるかもです。小窓からはい入るんですか。じゃあちゃんと柵をつけてきますね。大きめの柵を、大きめの柵付きの小窓。小窓あるだけマシです。いいんだ。そうだよ。いや、ちゃんと網戸もつけときます。じゃあ
大きめの柵と網戸つける。何の話これ。そう、風通しはいい。そうですね、ちゃんと。違う話になってきてる。うん、でも最近私がちょっと まあいろいろあった時に相談乗ってくれました。マジか。何歳ぐらいだろう。中学生。一人は二人おって、一人は中学生。もう一人は高校生。中学生からの子は、そう、でも高校生、高校は違うけど、ずっと続いてるからお互いすごいよねって話をよくする。すごいよね。高校違うのに固い絆で結ばれてました。とりあえず親友ちゃんは、私が何か話す時もとりあえず何か自分が一番最
彩香のことが好きで一番一番応援してるみたいな、なんかいつもそうやって言ってくる。自分が一番自分が好きで一番応援してるみたいな。そうなんよ、愛が強いんですよ本当に。もうずっと愛が強い、ね、いや今全然あでも時々会ってるかな。会える時は会ってるけど、うっかりあんこさん、ミシェルボーイさん、ありがとう。この謎の話を聞いてくれてありがとうございます。おー、なんかハートみたいなのがいっぱい来た。くまねパパさん、ハートいっぱいありがとう。びっくりした。釣り犬さんありがとう。こんばんは。わあ。おう。なんか今日はそう、公演 DMM 配信で見てました。髪型そう、寂しい。なんか私が僕恋出るってなった時に、一緒に自主練をしてくれたんですよね。急にね、急に私がこの日空いてますかみたいな感じで聞いたんですけど、いいよって言ってくれて、そう教えてもらったんだよ。本当に、でもあれ、あの自主練がなかったら、ちょっと私はちょっとボロボロだったと思います。ってぐらい。なんかね、そう、みみゆさんは本当
当に急にオンラインサイン会の時にね、なんか急に目が合って話したんですけど、それから第1回目のピザパーティーがあって、その次に、それからね、その僕恋とか、あとね、あれ、リードピア配信、で、なんかライブとかしたりとか、で次はその第2回目とかのピザパーティーちょっとお互いピザが好きだからあとはあの地球会の助手をしたりとか、本当にね、私ちょっと私の性格がね、テンションがこんな感じなんですけど、でもなんか優しくしてくれて、ちょっとあの爪のあのちょっと痛いやつとかはちょっとね痛かったですけど ちょっと時々あの私の背中とか腕の方に爪の跡がちょっと痛かったりした時もありましたけど表面張力で私一回泣いて、その後も何回か泣いて、最後のミミエさんのあのありがとうございましたで号泣しましたもん私。なんみたいなダムが、そうでも夢をね、夢に向かって頑張るって、そう、未来に向かってって言っておられたので、私も応援したいなって思います。
寂しいな。はやったーさん、レインさん、ありがとう。あ、そうだね、今日はミッキーとミニーのお誕生日。ディズニーシーだったかな、なんか新しい場所がまたできるみたいな、2023年に完成予定みたいな、同じ日らしい。すごかったよ、イメージみたいなやつ。ラプンツェルのあの家とか真ん中の奥の方にあった。とその横にそうアナ雪のお城と、あとピーターパン。そうピーターパンとアナ雪のなんかやつがあって、ラプンツェルどこと思ったら真ん中の一番奥の方にあのラプンツェルの家があった。髪の毛を下ろして、めっちゃ気になる。ラプンツェルとかすごい人気だろうな。そう、シーかランドか私ね、あんまりね行ったことなくて、どっちだろうな。ラプンツェル好きな子めっちゃ多かった気がする。C にできる、そう C にできる。なんだっけな、私マリーちゃんが好きだから、マリーちゃんが好きだったらランドだっけな。そう、猫のおしゃれキャットマリーちゃんが好きなんだよね。Cやったらシェリーメイが好き。シェリーメイちゃんかな。
マリーちゃん。でも C の方ってめっちゃ今キャラクターが増えて、なんか C ってそうダッフィーとシェリー・メイからなんかどんどん増えて、なんだっけな、えマリーちゃん C なの？じゃあ C だ。じゃあ C です。お、ありがとうございます、セイタンティ。シェリー・メイ、あ、ダッフィーとシェリー・メイがクマ。ちょっと私間違いしかしないんだけど大丈夫かな。ウサギが違う、あの子なんか緑の子、緑の猫ちゃんみたいなのがジェラトーニ、なんかジェラートから生まれたジェラトーニみたいな。でウサギみたいなあの可愛い子が、あ、ステラルー、ステラルーだ、ウサギの子。でもさ、そのさっきのやつ、え、でも最近また新しい子おった気がする、もう一人一番新しい子。どんどん増えてきて、私はなんかその、ちょっと高校生の頃、多分学生の頃はディズニーストアみたいめっちゃ行ってた。あ、クッキーアン、それクッキーアン、クッキーアンちゃん、のかかもしれない。どんどん増えてきてる。みんな可愛いんですよね。ね、可愛いよね。犬の女の子、可愛いな。全部可愛い。そう、ディズニーストア行ってマリーちゃんのグッズかオラフを オラフのグッズを握ってる。さあ、ずっとね、折れるんですよね、あれ、ほんとに。あ、そうなの？オルメル？スティッチ？スティッチずっと見てたアニメ。学校行く前にいつもスティッチがおって。あれ？学校行く前だっけ？広島ディズニーストア、わかんない、あるんかな。ポケモンショップは見たことあるけど、広島ってポケモンショップすごいよね。え、パンちゃんスティッチのモノマネうまいの？ なんか聞いたことあるような、ないような。
チッチのアニメとあとミッキーのアニメあったよね。どれを使うみたいな。ミッキーがなんか3つ道具があってどれを使うみたいなありましたね。私ポケモンショップ、ポケモンセンター行ってね、なんか普通に楽しむんですけど、なんか好きなキャラクター、うん、みんな可愛いからどうしようと思ったらもう選べん。ポケモンの推しメン定まらん。とりあえず私のパートナーはウェンディちゃんだったんですけど、でもウェンディちゃんあんまりいないから、多分グッズとかに。なんか今日ドーナツ見た、イーブイとピカチュウのドーナツめっちゃ可愛かった。イーブイ可愛いよね。イーブイとピカチュウ人気。イーブイだって何にでもなれるもん。私何進化させたっけな、何したっけな、私石使って、ブイズ、私も多分シャワーズにした気がする。氷の声ね。でもどんどん増えてるから、その EV の進化する子。水、シャワーズ水今また間違えた。もう私全部間違える。うん、すごーい、ポケモンのキャラクターかわいい。 EV ピカチュウ、あとなんだろう人気なのって、ミュウ人気じゃん。ポッチャマ、ポッチャマ人気。あとカビゴンね。あ、メタモン人気。グレイシアか、氷は。
違う人がいる。カッパ AD さん、セーターありがとう。じゃあ私そろそろ終わりますね。中尾さやか、え、楽しかった。へえ。よかった。まったり。ときめっきーさん、めっちゃかわいい。ありがとう。キュンです。キュンハート。ありがとう。ちょっと電池がなくなりました。ありがとう。充電しないと。やん。高尾です。コッペさん。高尾炭治郎さん、ありがとう。ね、前髪いい感じだよね。今日の前髪はすごくて、今日はメイクさんに今日ちょっとじゃあ前髪しますねって言って、コームでパッてしたらもう完成した。すごいよね。アイロンだけん、今日はそのレッスン前の朝に適当にしたやつで一発で決まった。あ、もうこれでいいやと思って。秒で完成した。いい感じに均等な前髪のなんか用途なって。そんな、モーハさん、せいちゃん、立花隼人さん、セーターありがとう。
話だっけ。あ、公園、公園を、公園、うん、公園楽しみです。確かに。ではありがとうございました。バイバイ。今日は私の配信聞いてくれた全ての方ありがとうございます。バイバイ。間に合った、間に合った、ありがとう。またねー。ゆっくり。おやすみなさい。